今日はレジン、パーツを使ってアレンジしたペンダントを作ったので、こちらの動画を紹介していきたいと思います。ブルーを基調として淡水パールを入れて海をイメージしたペンダントが出来上がりました。珍しい形のパーツがあったので、こちらをアレンジしていきたいと思います。こういった面白い形のパーツが手に入りました。なのでこれをアレンジしていきたいと思います。横から見ると穴が開いていて、ここは、マスキングテープで留めればなんとかなるかなと思い、レジンをやっぱり流してみたいなと思ったので、レジンを流すことにしました。このくらいのマスキングテープを、貼ってこちらの穴を塞いでいきます。このパーツ、これで完成らしいんですね。で、ペンダントか何かのパーツだと思うんですけれども、やっぱり私としてはレジンを流したいなと思ったので、こちらにレジンを流していこうと思っています。もしこういったパーツがあれば、こんな風にアレンジできますよということで紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでマスキングテープを貼り終えました。表から見て、特に空洞がないかを確認します。大丈夫そうだったので、このままレジンを流していきたいと思います。まずはじめに今貼ったマスキングテープのところを埋めるような感じで、先に空洞を塞いでしまおうと思います。少量のレジンを流して、先に空洞を埋めます。漏れてないかを確認しながら、爪楊枝などを使って、薄く伸ばしていきます。この後、たくさん流すので、先に空洞を埋めておこうと思い埋めていきます。しっかりと今貼ったマスキングテープの上を、滑らせるような感じで、しっかりと埋めたいところを埋めていきます。奥に入っているので、しっかりライト当たるかなと心配だったんですけれども、結構しっかりとこのプレートが反射してくれるのか、特に問題ありませんでした。こういう感じで広げたら、ここで一旦硬化して穴を塞ぎたいと思います。はい、硬化が終わりました。こちらは特に何かあるわけでもなく、下準備ができたというところです。では、早速レジンを流していきたいと思います。それでは、まずメインになる最初の2つを作っていきたいと思います。1つずつ、この丸の中1つずつ硬化させていきたいと思うので、まずはこちらにたっぷりとレジンを流します。そしたら宝石の雫シアンというカラーを一滴この中へ流し込みます。直接私は混ぜているんですけれども、色の調整をしたいという方は先に別のところで混ぜて作っておいてから流すようにしてください。私はだいたいここは濃い色の青にしたかったので、一滴そのまま垂らして調節は他でしようと思っております。しっかりと爪楊枝を使って混ぜ合わせてください。こんな感じで一つずつ埋めていきたいと思います。まず最初に、このメインのところを作って、後から周りのカラーをのせていくという感じです。そしたらこちら淡水パール、ちょっと形がいびつなんですけれども、なかなか深めの素材だったので、埋めてしまうのにちょうどいいかなと思い、こちらを入れてあげました。横から見るとこんな感じです。硬化が終わっています。綺麗ですね。そしたらもう一つメインになる、薄いブルーの方、こちらの丸を作っていきたいと思います。こちらにもたっぷりとレジンを流したら、今度は、薄いブルーにしたかったので、爪楊枝の先に少しだけ
宝石のしずくシアンを取って混ぜ合わせていきます。一滴垂らしてしまうと濃い色が出来上がってしまうので、ここには爪楊枝の先端にほんの少し取って、それを混ぜ合わせて作ってあげました。しっかりと混ぜ合わせてください。隣の丸にかぶっているこのちょっとカーブしたところにもブルーを乗せてあげます。すごく形が面白いなと思ってこのパーツを選びました。はい、そしたら、また淡水パール、またちょっと違う色なんですけれども、これを同じようにセッティングして、硬化したいと思います。はい、ではここで硬化します。はい、硬化が終わりました。もうこの時点でかなり綺麗だなと思って、気に入っているところです。では、残りの丸パーツのところをアレンジしていきたいと思います。同じように、上と下はブルーを入れて、隣り合ったところ、メインの隣のところはホワイトのグラデーションにしてあげようかなと思いました。こういう感じでまず上3つをレジンで流して固めてあげました。最後下のところ、こちらは下向きになっていたので、ピンセットや何か物の上に置いて斜めにセッティングしてあげながらレジンを流してあげています。少量のレジンを流して、こちらは少し濃い色、上のメインのブルーよりは薄いブルー、で水色のところよりは少し濃い中間の色を作りたかったので、こんな感じで作っております。こちらも爪楊枝でしっかりと混ぜ合わせて、好きなところに配置をしたら、ここで一旦硬化します。はい、硬化が終わりました。いい感じですね。で最後にホワイトのところを少しグラデーションに見えるようにしたかったので、さらに上から、クリアのレジンで、コーティングして固めていきたいと思います。特に何かあるわけではないんですが、下の方に薄いホワイトが残っているというふうに見える印象にしたかったので、上からクリアを重ねていっています。全体に伸ばしたらここで硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。近くで見るとこういう仕上がりになっております。淡水パールやっぱり綺麗ですね。形がいびつだったんですが、正面から見た時に丸く見えるのでいいかなと思っています。では裏面のマスキングテープを剥がして、こちらのパーツ完成となります。こちら、上の方は大丈夫だったんですけれども、下の方少しレジン流れてしまっていました。まあ、ですが硬化されたレジンは、ペンチやピンセットなどで、取ってあげるとスッと取れるので、特に問題はなかったです。少し気になるかなという感じではありました。はい、で、こちらでパーツの完成です。ブルーが綺麗ですね。そしたら、ネックレス、ペンダントとしてのパーツ、こちらをつけていきたいと思います。もう通すだけなので、特に、何かしなければいけないということはないんですが、今回かなり大きいパーツ、存在感のある素材だったので、こちらのチョーカーのようなペンダントにしてあげようと思いました。はい、こちらで完成です。かなりシンプルではあるんですが、使っている素材と色の感じ、それから、この面白い形のパーツということで、存在感のあるゴージャスな形のペンダントになったかなと思っております。
レジン、パーツをアレンジした淡水パールのペンダントでした。